なゆたもけんけんもお疲れ様。お医者さん、なんだって？症状の悪化は見られなかった。ライブで歌っても問題ないそうだ。そっか、よかったね。ライブ禁止って言われたら、なゆた、お医者さんにつかみかかりそうだし。チッ、俺の体だ。自分でわかんだよ。だが、無理は禁物だと医者にも言われただろう。昨日もハードなライブだったんだ。少なくとも、今日明日は練習は控えろ。激しい運動もな。あ？てめえが勝手に決めんな。フェス前に倒れられたら元も子もない。俺は会計を済ませてくる。亮はナユタが練習に行かないよう見ていてくれ。はーい。てめえがお目付け役かよ。お医者さんに何を言われても、ナユタは練習しそうだから今日はずっと見張ってろってケンケンにお願いされたんだ。ち、あれ、ナユタくん、こんにちは。あ、久しぶり、レンくん。偶然だね。こんなとこで何してんだ。僕はそのポンちゃんの散歩中に強く引っ張られて転んじゃって、足を。怪我してるの？大丈夫？大丈夫です。あんまり痛くないんですけど、渡れがすごく心配するから念のため病院に。そうなんだ、よかったね、ナユタ。あ、俺に何の関係があんだ。ところでレン君、ポンちゃんって？あ、犬の名前です。上京した日に公園で出会って。へえ、犬を飼い始めたんだ。にゃんこ太郎に友達ができるかも。犬と猫が。ポンちゃんはすごく人懐っこくて、とても元気で優しいんだ。きっとにゃんこ太郎とも。うるせえ、知らねえ、どうでもいい。あ、大丈夫、ポンちゃん小さいから怖くないよ。んなこと気にしてねえよ。帰る。でもケンケンがまだ戻ってないよ。ガキじゃねえんだ、勝手にするだろ。ごめん、レン君、俺も行くね。アルゴナのみんなとポンちゃんにもよろしく。あ、はい。ナユタ君、また学校で。さようなら。そういえば、二人はどうして病院にいたんだろう。それに、ケンケン。七星くん。え、あ、ケンタさん。なぜ君がここに。ナユタとリュウを見なかったか。その、足をくじいちゃって。ナユタくんとリュウさんはさっきまでここにいたんですけど。帰ったか。リュウを見張りにつけておいて正解だったな。ケンタさんはどうして病院に？ナユタの付き添いでな。え、ナユタ君、どこか悪いんですか？知らないのか。ああ、君はあまりネットを見ないんだったな。まあ、今さら隠す理由もない。ナユタは喘息なんだ。それが東京で再発した。え、ナユタ君、大丈夫なんですか？歌えるんですか？そう慌てなくても大丈夫だ。もう落ち着いている。医者の許可ももらえたし、フェスにも出られる。そっか、よかった。
まるで自分のことだな。だってもしナユタ君が歌えなくなったら、張り合いがないか。いえ、僕はただナユタ君が歌えなくなったらすごく悲しい。まあライブ明けだし少し休んでもらうつもりだがな。さっきそれを告げたら思い切り不服な顔をされたところだ。ナユタ君の気持ち少しだけわかります。ん？僕も少し前に練習しすぎだって言われてしばらく歌うのを止められたんです。ほんの2日だったけどすごく長く感じて歌いたい気持ちが止められなくて。まったく、どこのボーカルも似たようなものだな。ごめんなさい。そうだ、七星君、明日は忙しいかい？明日ですか？特に予定はなかったと思います。そうか、ならちょうどよかったな。ん？ナユタを連れ出して気分転換をさせてやってくれないか。目を離したらあいつはすぐ歌いに行ってしまいそうだ。え？それで明日はナユタ君と出かけることになったんだ。ごめん、レン。兄貴が強引に。ナユタ君とは話したかったから。それはいいんだけど。どこに行けばいいかわからないか。僕、友達いなかったから。こういうのわからなくて。ナユタ君と何をしたらいいんだろう。やっぱカラオケじゃね。一応ボーカル同士なんだし。朝日を休ませるためなんだよ。それじゃあ意味ないだろう。体を動かしてきたら、ボーリングとかバッティングセンターとか。七星は足をくじいたんだろ。軽い怪我でも運動は避けた方がいい。じゃあ映画とか。ナユタ君、途中で帰っちゃうかも。確かにこれは難問だな。俺が野球をやっていた頃、怪我で休まなければいけないことがあった。その時はどうしたの？家で音楽を聴いたりピアノを弾いたりしていた。趣味に没頭したってわけか。でも音楽以外に興味あるもの、朝日にあるのかな。他人のことなんていくら考えたって分かりはしないさ。だったら七星自身が元気になる場所へ朝日を連れていくしかないんじゃないか。僕が元気になる場所？あ、そうだ、あそこだ。きっとナユタ君も夢中に、いや夢中になるよ。なんか俺ちょっとだけ不安になってきたぞ。俺も。あ、ナユタ君、リョウさん。こんにちは、レン君。ちゃんとナユタ連れてきたよ。あの、二人とも来てくれてありがとうございます。うん、話を聞いたら俺もこのライブ見たくなったんだ。おい、なんで七星がいる？こんな場所でライブだと。そう、超夢中戦隊スターファイブヒーローライブショーだよ。
レン君の大好きな場所なんだって。今日は俺たちを誘ってくれたんだよ。帰る。ダメだよ。ちゃんと見ないと休養期間延長するってケンケン言ってたよ。サトツくん、スターファイブのヒーローライブショーはすごいんです。盾も舞台装置も迫力があって本当に戦ってるみたいで。そんなにすごいんだ。北海道でも地方公演があったけど、東京のこの会場が本場なんです。だから僕ずっと見に来たくて。早く会場に入ろう。物販にも行くんだ。気をつけろ。は？どっちがだよ。あ？あれ？もしかしてイプシのはるかくん？朝日にあけぼの七星まで、なんであんたたちがここにいんだよ。僕たちはスターファイブの。え？はあ？は？そのカバンとバッジのキーホルダー、すごい。シークレットのスターシルバーまである。これ何度ガチャガチャやっても出なかったんだ。 おい勝手に触んじゃねえ。ねえ、他にどんなグッズを集めてるの？僕限定配布された設定資料集持ってるよ。マジか、イベントで瞬殺したあの幻の。だらね。くだらなくないよ。スターファイブは一見子供向けだけど、世界観が作り込まれてて、科学交渉もしっかりされてて、人間関係も敵味方入り混じった複雑な。レン君、スターファイブが大好きなんだね。俺見るのがすごく楽しみになってきたよ。はあ、ガキ向けのもんだろ。音楽やってる人間がずいぶん了見の狭いこと言うんだな。あ、はあ？てめえの小さい価値観で他のもん決めつけんなってことだよ。生意気な口叩いてんじゃねえぞガキ。は？うっさ、たかが数年早く生まれただけだろうが。はい、ストップストップ。喧嘩はダメ。子供たちが怖がってるよ。それにそろそろ開演時間じゃない？そうだよね、レン君。特に第一期最終シリーズは子供よりも一緒に見ていた大人の方が涙した。え、リョウさん、どうかしました？うん、みんな、中に入ろう。はあ、すごい。スターファイブ、かっこよかった。はあ、すごかったね、ナユタ。地球人なのにあんなに動けるんだね。知らねえ、俺は帰る。あの、ナユタ君、スターなんとかの話は聞かねえ。少しは元気出ましたか？は？その歌えないのってすごく苦しいから、少しは気持ちが晴れたらいいなって思って。ちっ、いらねえ気遣いしやがって。里塚の差し金が？うん、ケンタさんにお願いされて誘ったんだ。僕もナユタ君に元気になってほしかったから。フェスでナユタ君に全力で歌ってほしいから。何舐めたこと言ってんだお前。え？前にも言ったが、
俺は LR フェスで優勝する。絶対にな。他のバンドは全力で叩き潰す。アルゴナビスもそこのガキのバンドも。目指してんのは世界だ。寄り道してる暇はね。他人を気にかける暇もな。違う。ああ。音楽に勝ち負けなんかない。誰かの夢を壊して進むなんておかしいよ。勝手に言ってろ。行くぞ。家にいた方がまだマシだ。待ってよナユタ。レン君、今日は誘ってくれてありがとう。ごめんなさい。僕、ナユタ君の役に立てなかった。そんなことないんじゃない？え？おい、駅はどっちだ？今行くよ。じゃあレン君、またね。はるか君もフェス楽しみだね。おい。え？勝ち負けがないって言うんなら、じゃあ、あんたはなんでフェスに出んだよ？それは勝ち負けはあるだろう。勝って力を示して、俺を認めさせねえと意味がねえ。違う。は？絶対に違う。音楽は、バンドは、僕はそのために歌ってるんじゃない。誰かの夢を壊すために歌うなんて、そんなこと勝手にしろ。じゃあな。面白かったね、ヒーローショー。ナユタも楽しかったでしょ？勉強になったね。ならねえ。でも会場の子供たちはみんな幸せそうだったよ。俺がやりたいライブはあんな感じなのかも。やつらは来たくて来てんだ、当たり前だろ。でもそれってバンドのライブも同じじゃない？違う。違うの？違う。俺は客を喜ばせるためにやるんじゃねえ。俺が歌うのは俺のためだ。あ、そういえばさ、ナユタ、ショーで一瞬だけね。あれ、すみません、ジャイロアクシアの朝日さんとあけぼのさんですよね？誰だお前。やっぱりそうだ、こんなところで会うなんて。イプシの忠臣くんだよね。今日はいろんな人に会うな。いろんな人。もしかして遥くんとも会ったんですか？うん、さっきまで一緒にヒーローショーを見てたんだ。そうだったんですか。ならまだ近くにいそうですね。遥くんを探していたの？はい、練習があるので連れてくるようレイジ君に言われてきたんです。行くぞ。クズどもと慣れ合う気はねえ。その様子だとシュウ君がしてることをご存知なんですね。大丈夫です、僕は何もしませんから。ジャイロアクシアの皆さんにはあまり興味がないんです。あ？どういうこと？僕の個人的なことです。それでは僕はこれで失礼します。あ、そうだ、朝日さん、お体お大事にしてくださいね。
なんだろう、不思議な感じの子だね。てめえが言うな。これまで会ってきたどの地球人とも違う。目がほの暗く輝いているような。彼は何のために音楽をやってるんだろう。彼を幸せにすること、俺にできるかな。ごめんごめん、後で考える。そうだ、そんなことよりショーを見てるとき一瞬だけナユタの目が輝いてたよ。は？最後の戦いが始まる直前、曲がバーンってかかったとき、ずっとつまらなそうにしてたけど、あの瞬間だけ目が真剣になって。曲は悪くね。そうだったんだ、いい曲だよね。あれがスターファイブの主題歌だったのかな。今度レン君に教えてもらおうよ。いらねえ。